本日は最近の私のお気に入りのお店にお邪魔しています。どちらかというと以前にも番組にご出演いただいております佐藤さんのお店どんぐりの木に参っております。おはようございます。おはようございます。今日はお邪魔します。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、でも今日はお店のご紹介という以上にですね、お店で毎月行っている素敵な催しがあるんですよね。はい、このことをご紹介いただきたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、ですね、私どもどんぐりの木では、毎月料理教室をやっております。はい、ですね、トネリミナさんというとっても素敵な先生をお招きしましてですね、重ね煮の料理教室を行っております。今日がその料理教室になるんですよね。はい、そうです。はい、佐藤さんからトネリミナ先生をちょっとご紹介いただけますか。はい、ですね、私どもケーキ屋をやるきっかけもですね、トネリさんと出会ったことによるんですけれども、はい、トネリさんは、長野の安曇野の在住でございます。はい、そちらでですね、重ね煮という調理方法をですね、幼少の頃から、食べて育ちながら、今ではですね、それを全国に向けて、もう料理をいろんな形でですね、お知らせしているという、非常にチャーミングで素敵な料理研究家でございます。なるほど。はい、お隣に座ってらっしゃるのがこの素敵な美奈先生ですね。はい、おはようございます。おはようございます。本日よろしくお願いいたします。この収録の後に、はい、実際にお料理教室を、ここで開催するんですよね。はい、ありがとうございます。はい、でですね、重ね煮っていう言葉、はい、聞いたこともない方がまだ世の中にはとても多いと思うんですよ。どんなお料理なんですか。はい、鍋の中に野菜同士が混ざらないように、はい、層になるようにですね、こうズンズンズンと野菜の層を重ねていくんです。はい、なので、分かりやすく重ねて煮るで重ね煮というお料理方法があります。なるほど。はい、ちなみにですね、はい、そのやり方は今ので少し分かりましたが、そうする理由、要するに美味しくなかったらわざわざそういう風に層にする必要ないですよね。はい、ということは美味しくなっちゃうんですね。重ね煮が野菜がとびきり美味しくなる秘密っていうのが、この野菜を重ねるっていうところにあります。へー、そうなんだ。はい、はい、そしてもう一つ重要なことは、野菜を重ねる順番、はい、お鍋に入れていくこう順番が非常に重要になっています。へー、ちなみにどんな風な重ね方が必要なんですか。スケールのすごく大きいお料理方法で、基準は地球です。え、地球なんですか。なんか突然地球という大きなフレーズが出てきましたが、はい、それはどんなことでしょう。壮大だというか、大きく物事を捉えるお料理方法で、地球を中心に、地球の中でお野菜さんがどうやって生えてるかっていうのを基準に、お鍋の中に重ねていく順番を決めていくんです。確かにお野菜って言っても根菜類から木の上になるようなものまでいろいろありますのでね、その位置というか生え方が参考になるわけです。はい、そうです。へー、もうその生えてる姿がお手本なので、例えばこう、塩素はあまり重ねないですけど、上に伸びていくお野菜、分かりやすく言うとトマトとかナスのような、はい、いただくのは身の部分でありますけれども、地面のラインよりもニョキニョキっとこう上に向かって伸びていくお野菜は、はい、上に行く力をいっぱい持ってる野菜って考えてます。はい、それに対して人参とかごぼうとか葉っぱもありますが、私たちがいただく根っこの部分、はい、こうやってお野菜さんたちは下に行く力をいっぱい持ってるって考えてるんです。それが重ね煮に応用されてるその野菜の力で、単純に上に伸びようとする力をいっぱい持っているお野菜をお鍋の下の方、面白い、はい、下に伸びる力を持っているお野菜さんをお鍋の上の方に重ねるという順番で重ねる。はい、ちなみにですね、これ逆に重ねてしまうとお味って変わるんですか。変わりますね。変わるんだ。はい、美味しさの秘密はこう上に伸びるとか下に伸びる順番に重ねると美味しくなるという科学的根拠はって言われるとないんです。ないんです。ないけども、証明のしようがないんですけども、でも実際に作り比べて食べ比べてみると、その通りなわけですね。面白い。単純にお鍋に野菜を入れ方が違うだけで、野菜の味が変わるんだとしたら、
お塩がいいですよね。ダルコに入れた方がいいかな。はい、なるほど。ちなみに味付けはどんな感じなんでしょう。まあ、野菜だけを重ねて蒸し煮にしますので、はい、まあ、上下に塩は入れます、はい、ただこれは塩味のためのお塩ではなくて、お鍋の中で野菜の力がこう調和されるのを、まあ、助けると言いますか、旨味を引き出すためのお塩を使うだけですので、はい、食べた時に塩味を感じるほどの塩は入れないんです。そうなんですか。あとお水とかはどうなんでしょう。水も、私がお伝えする重ねに関しては基本的には入れないです。え、入れなくても焦げないんですか。はい、野菜が持っている水分というのは80から90% 以上と言われていますので、じわーっと柔らかい火を加熱してあげることによって、はい、野菜が持っている水分をうまくお鍋の中で対流させてあげることで、野菜の持っている水を使って蒸し煮にしていくんです。うわー、すごいですね。ですから味がギューッとこう凝縮されていくんですけども、はい、まあ、重ね煮の美味しくなる秘密の理由としては、その水分が凝縮されると言っていくことと、はい、もう一つは、まあ、目には見えませんが、この野菜が持っている力がお鍋の中で対流して、その力が調和されることで、人間が作れない美味しさが引き出されるっていうふうに。わあ、すごい。そしてですね、出来上がったその重ね煮のお料理は、はいはい、そのままいただく感じになるんですか。はい、お料理というよりかは野菜の蒸し煮にしたものが出来上がりますので、はい、まあ、それを元にしていろんなお料理にこう使い回しをしていこうというご提案をしています。あ、そうなんだ。はい、バリエーションはアイデア次第にいくらでもあるという感じですね。はい、なるほど。いくらでもできるのが重ね煮のすごく面白いところですね。しかもですね、こちらのどんぐりの木さんでは、はい、その重ね煮、お野菜の重ね煮を利用して、はい、美味しいスイーツを提供されてらっしゃるじゃないですか。はい、私一番最初にいただいたのが、はい、シュークリームなんですよ。はい、シュークリームに野菜が入っていること自体が、まあね、聞いただけだとクエスチョンマークがいっぱい飛び交いそうですよね。はい、そしてまた今みな先生の目の前にシフォンケーキがありますよね。はい、これにも入ってるんですか。はい、入ってます。はい、ちなみにどんなお野菜が入ってるんでしょう。はい、このシフォンケーキには、舞茸、えのき、はい、それから里芋、さつまいも、そして、玉ねぎ、人参というふうにこれだけの野菜が入っています。わー、そうなんですか。じゃあお野菜の味って結構するんでしょうかね。あくまでもケーキの中に入れる重ね煮は、はい、そんなに主張してしまいすぎると、ケーキ食べたのあれ玉ねぎの匂いがするとか、はい、になってしまうので、うん、あくまでケーキ全体をこう引き立て役に徹して、まあ、隠し味のように徹してもらってます。そうか。ですから私がいただいた私の大好きなシュークリームも、はい、確かにほのかに玉ねぎの味がしなくはないけども美味しいんですよね。ですからそのこのケーキの中に入れる重ね煮は、はい、野菜自体が、まあ、とっても甘くなるというのを利用しておりますので、その砂糖を減らすことができる。あ、はい、それ素晴らしいですよね。はい、砂糖を減らす、うん、その代わり重ね煮をプラスすると、うん、砂糖が減ってお野菜をプラスできるというのが、それだけでも健康的でしかも美味しいスイーツって感じですね。だからそういうケーキなのに玉ねぎが食べれちゃうとか、はい、キノコが食べれちゃうっていう発想からっていうところから多分人それぞれ、はい、いろんなこうイメージも広がると思うんですね。これがきっかけで玉ねぎ食べてみようって思われるお子さんがいたらいいなとか、そういうきっかけ作りとしてはそのケーキの中に1種類ではなくて、何種類も合わせ持ってて調和させた野菜を入れていくっていうのはもう非常に面白いというか、そうですね、私は、はい、やってみたかった夢の一つでもあります。あ、ということは、はい、皆さんご自身の発案というよりも、はい、やはりこちらのどんぐりの木の佐藤さんとの、はい、触れ合いがあったことによって誕生したって感じなんでしょうか。まあ、そうなんですけど、もともと私はパティシエになりたくて、はい、パン屋さん志望だったんです。だけど、まあ、手先があまり器用でないとかいろいろありまして、ケーキ屋さんになる夢は一度諦めたんですね。
はい、とても身近にあった、はい、まあ、いろいろあって重ね寝を始めることになって、また重ね寝一生懸命しばらくは燃えてたんですけれどもやっぱりケーキを作るのが好き、食べるのが好きっていうのも自分の根本にありますので、ずっとこういう重ね寝をケーキの中に入れたら美味しいのになっていうイメージといいますか、アイディアだけは頭の中にずっとあったんですよ。が、それが実現したわけですね。はい、私にはケーキの技術が伴わない、でもアイデアはあるっていうところで、まあ、佐藤さんとの出会いがあって、どうりさんにはパティシエさんがいらっしゃいますので、こうしたいんだっていうことを言いましたら、まあ、本当にパティシエさんは試行錯誤してくれまして、なんでケーキの中に玉ねぎ、人参、キノコって、やはりパティシエさんは最初思っちゃいますよね。思っちゃいますので、でもとっても研究もしてくださったし、協力もしてくださってっていう、本当にシュークリームの開発は1年近くかかってますので、わ、はい、で、どうやったらこうシュークリームの中でクリームやシュー生地とお野菜が調和というか一体感を保つかっていうのは、本当に時間をかけて愛情をかけてみんなで作り上げた商品です。そっか、はい、ということはやっぱりお野菜そのものの持っている力、そして野菜のこの重ね煮の力、そして皆さんの愛情があって誕生って感じですね。ですね。わかりました。美味しいわけがますます納得です。はい。で最後にですね、はい、皆さんがこれからこの重ね煮を通じて、まあ、どんな風な展開を考えられていらっしゃるとか、夢があったらお聞かせいただけますか。はい、そうですね。夢はいっぱいあるんですけども、はい、重ね煮っていうのはそもそも私たちの先祖ってすごく遠いわけではなくて、まあ、三十数年前までは、まあ、ご存命でいらっしゃった小川宝慶先生という先生が私たちに残してくださったお料理方法なんですね。ですから日本人の知恵から生まれたその工夫のお料理方法で、そしてこう微妙な野菜の優しい味わいというのがすごく私たちの感覚を刺激してくれるので、なんかこう日本のみんなが知っている伝統料理方法の一つとして、重ね煮を多くの人に知っていただき、こう食べていただくチャンスがもっともっと増えて、はい、重ね煮が当たり前という時代が来ればいいなというふうに思います。分かりました、はい、今日は本当に素敵なお話をありがとうございました、はい、私もこの料理方法が世の中に広がっていくことをできる限り応援したいと思います、はい、ありがとうございました。